愛知県における昭和高校の一愛知県立昭和高等学校は愛知県名古屋市水北多摩水町にある県立高等学校。公明の昭和は開校時の1941年当時に高知の行政区が昭和区であったことに由来するが1944年に水北に編入されたため現在は昭和区に所在していない愛、高志、を掲げる。 指定と共に、愛愛し、愛をい愛信じ合って教育的雰囲気の公用に努めると、している。交渉は、柏の産業をデザインしたもので、愛、高し、真を象徴している。65分授業を実施しており、1日5限授業である。2012年度より、オーストラリアのアーンショーステートカレッジを姉妹校として、相互交流を続けており、 毎年夏休みには希望者による2週間程度のホームステイを実施している。以前はカナダのオター近郊にあるグロースター高等学校やアメリカの高等学校との間で生徒の派遣、受け入れを行っていた。卒業生の9割が4年生大学へ進学する。2009年には354名のうち109名が国公立大学、222名が私立大学、 9名が短期大学、12名が専門学校へそれぞれ進学した。就職者は2名だった。また2008年度には74大学19、短期大学より指定校推薦が募集されている。ありがとうございます。